はい、今回はですね、2024年5月26日のドライブ動画を見ながらですね、いろいろ話をしてみたいと思います。ちなみにですね、今日はですね、5月の26日、アフレコなんですけどもね、1日遅れ。でもこっちの方がいいですがよ、喋るのは。実際にですね、運転中は喋れません。本当に喋れない。で、実際その運転中にずっと喋ることができるとしたら、どんなことを喋るけって思うと、やっぱり今このほら、今から喋ろうとしているようなことを喋ると思う。ただそれがですね、実際のドライブ動画ではですね、喋れない。ちょっと待ってくださいの連発ですよ。いや、運転っていうのはですね、喋りながらね、できるもんじゃないです。皆さんも試してみてください。一つの動画もできないかも。いや、逆に私が不器用なのかもしれませんね。皆さんはこう左右にこうとか歩行者とかそういう方々にこう目をペッペッってしながらも、分かりやすく、そして要点をついた喋り方ができるのかもしれないけど、少なくとも私にはできない。はい、なのでね、自分なりのあれでこう、いきますからね。いや、自分のペースじゃないとね、できない。ほんで努力したしてするようなもんじゃないですかね、この YouTube はね。あくまで何ですかね、自分の趣味です。趣味でやってます。営業じゃないや、映像好きですからね。で、結果としてそれが鹿児島の発展ぶり、変貌ぶりですね。それからコロナ以降、少しですよ、にぎわいが戻ってきましたけどね、まだ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 だと思いますよ。こっから右行きますからね。この日はですね、久しぶりにあれですよ、鹿児島市街地を記録してみようかなと思って行ったんですけどもね、これまではほら、ちょっと話が前後しますけど、これまでの3年間はですね、本当ほとんど何も考えずに走ったですよ。で、その結果、鹿児島市内でいくつかのね、都市なんっけ再開発工事っていうんですかね、それが行われたんですけど、それを大体ですね、こう記録できたんです。このね、左側、ここは西口の開廃、今山形屋ストアがありますよ。これができてるビルですね、があれできたし、で結果として今日この動画は左側にですね、マンション、右は分からないけど、なんか建つわけですよね。そうするとまたこの中央駅のね、裏側、私なんか裏側って言ってましたから、西口が逆に反映してくるんじゃないかなと思って。で、また街並みが変わってくるんじゃないかなと思ってですね、そういうふうに思いながらね、走ってる途中ですよ。ああ、声がおかしいって そうかもしれません。今ね、ちょっと待って、朝の9時15分ですよ。さっき起きたばっかり。昨日もね、
夜の12時ちょっと前までやってまして、それでね、こっから左行くんですけど、あれですよね、こん前ね、ここはね、宮田通りって言うんだけど、パッて出てこなかったですもんね。いやー、記憶力は良くない。もう昔から、もう友達に言わせると、お前は天才的に記憶力がないよなっていう、ですけどね、つまらないことは覚えてるみたいですよ。この前もね、今の左側、あれが JR が来るはずですけどね、あれ前、ついこの前まではこういうほら、一人喋りの動画の場合はカットしてたんで、この信号待ちとかですね、こういうところをね。でもね、そういうところに鹿児島の現状というのが現れてくるんじゃないかなと思うんです。左側が太陽なんですよ。で、この時間太陽に出入りしている人の、人数とかですよ、そういうのも何年か後の何かに役立つんじゃないかなと思ってですね。で、ただ私の方がしゃべりで この辺を埋められ、少しね、少し埋められるようになったっていう、大したこと言ってませんよ。何も大したことは言ってないんだけども、ほら、右の方に餃子の明かりってあるじゃないですか。いや、ここなんかもね、今までは気づかなかった。本当ですよ。それでね、ここが惜しかったんですよね。ここでね、あと30秒待っとけばですね、一番前で JR を見られたんですけどもね、これはまあしょうがないですからね、流れ流れ。それで、この日はね、前の車が左に行ったけど、自分自身もここを行ってみようと思いました。ここはですね、ちょうど今車が行く左の方がアミプラザの駐車場なんですけど、今はここに右側にほとんど店がありませんよ。でもね、小学校のね、1年の終わりから3年の途中ぐらいまで、私はちょっとこの辺に縁があったんです。この辺に縁があってね、だからこの辺りの風景は結構覚えてますよ。この左の今アミプラザのこの辺りはですね、もういわゆる何ですかね、貨車、今はコンテナを積みますよ、貨車は。あれじゃなくても貨車、要するにその列車そのものに荷物を積み込んでいた頃で、でそれの荷物を運ぶのは第8車を引っ張る馬だったですからね。その辺のね、記憶も、電車もありましたよ、ここはね、ずっとありましたけど、覚えてますっていうか、最近こう思い出すようになりました。西駅一番街がにぎやかな頃ですよ、小学生のね、2、3年、一番街で遊んでましたよ。で、まあそれはそれとして、本当はこっちに来たくなかったんだけど、いや、来たくなかったって天文館の方に行くつもりだったんだけど、さっき見てもらった通り、アミプラザのあっちの駐車場からまっすぐ来た時のあれは右折しかなかったですからね。いや、あれ、まあ大体全てにおいてですけどね、流れっていうのがありますからね。だからもう流れに乗るのが一番ですよ。
ほんでで、ああ、ここやった、今、最初の頃にこの道を通った時の正面にビルがありましたよ。あそこにね、関するね、思い出を持ってらっしゃるね、リスナーさんの方もいらっしゃいましたよ。中洲小学校のすぐ前にあるんですけどね。なので、時代とともにあれですね、思い出っていうんですかね、がある人は、模型屋さんやったっけ、なんかが。まあちょっと そのあたりも あれ、まあ、私はまあ物覚えが良くないですからね、雰囲気は分かるんですよ。雰囲気は分かる。ああ、こういう話だったよなって分かるけど、固有名詞 とかですね、はっきりしたの覚えないですね。大体雰囲気。例えばプロ野球の試合があったとするじゃないですか。で、大盛り上がりだったっていうのがあって、ピッチャーが誰で、バッターが誰でって、何回にどういうようなのがあって、最終的にはどうだったっていう時に、私は大体こういう覚え方だけど、人によってはっていうか、ほとんどの人が1回からずっと9回までの流れをずっと言えるんですよね。でも私はもう、どこどこで野球があったみたいだよって、それぐらいしかないですもんね。だから続くのかも、自分がですね、そういうのをね、今ここ高見橋ですけど、ここは高見橋ですとか、この右側に、ああもう見えないですね、あこう左側にほら大久保利通さんの、銅像でブロンズ像が立ってますとかいうようなね、タイプの動画説明をしてたらですね、もう2回目3回目も通らなくなりますもんね。で、分からないからですね、2回目3回目いけるんですよ、新しい発見としてですね。で、右側にほら、2階建てがあるのは、あれはね、どっかの高層マンションのモデルハウスみたいです。で、これも、リスナーさんからの情報で教えてもらって、その時は知らないんですよ。通った時か、あれは何け、今までやったけみたいなこと言うと、リスナーさんがあれは何々なみたいですよっていうのを教えてくださるんです。で、一つずつこう覚えちゃ忘れちゃ思い出しっていうのをやってます。まあ、なので、まあこの動画の場合はあれですね、皆さんはただこう風景を楽しんでください。もうそれがね、一番のあれですよ、楽しみ。あ、それと今日ここを走ったのはですね、1週間ぐらい前に、最近その歩き動画があんまりないと。で、鹿児島のそのにぎわいぶりとかね、その辺りがわからないって言われて、あ、だよなと思ってしたんですけど、私は基本的にはですね、この歩行者数とですね、横断歩道を渡る人なんかのね、服装、それから笑顔、それから年齢層ですね、それとバスを待つ人を見るとですね、大体わかると思ってるんです。はい、大体正比例しますよ、この人の多さとですね。で、観光客の方大体わかりますからね、大体ね、左右を見回してる、それとスマホで撮ったりね、してますよ。ほんで、これは正面だけの映像ですけど、この日はね、両サイドにカメラをつけてますので、
この多分ね、右側、左側のですね、歩行者数が分かると思うし、俺は今、前提にも人がいますよ、ああいうのも分かりますからね。だからその方のコメントをもらってから、ああ、そうだよなと思って、ほんじゃもうすぐしようっていうことで、昨日行ったんですけど、昨日は土曜日、今日は日曜日ですけどもね、いいですよね、そういうね、ここもそうです、ちょうど正面が山形屋なんですよ。債権問題が持ち上がった山形屋なんですけど、まああれから少しでもね、山形屋の売り上げになればっていうあれで出かけてくださる方々も多いみたいですよ。ただね、またそれじゃね、追いつかないみたい。ここがね、だからこの左側も山田、その左右のカメラにどういう映像が映ってるかっていうのはまだ見てないんですよ。はい、これを上げるのが先ですからね、楽しみですよ。どら、今何分喋ったっけ？切りのいいとこであれしましょうかね。大体鹿児島の繁華街は今の山形のあの辺りまでです。ちなみにね、この左側がですね、鹿児島市役所本庁っていうんですかね、いいですよね、ここね、あの五円玉系、あれに出てくる国会議事堂みたいな感じがしますけど、私的にはあそこをもっと売り出せばいいのになと思ったりするんですけどね。ほんならですよ、次に泊まったらそこであれしましょうかね。泊まらん時はスースー。ああ、泊まらんかも。あ、それとですね、これの私の音声なし、走行音だけがいいっていう人いますからね、多分そっちの方が多いと思う。で、その方々のためにね、ジャパン鹿児島の方にもね、あれしますからね。で、ほんだら、ここあたりでお開きしましょうかね。はい、ということで、このあたりでお開きになります。ありがとうございました。